はい、おはまる、どうも、しょうまるセブンでございます。はい、今回の動画ですね、Apex のシーズン12のね、新情報のまとめがね、まあ、ファミ通さん出たんでね、ちょっと引用させていただこうかなと思います。では、まずはチャンネル登録よろスタート、はい、タイトル、Apex レンズシーズン12の情報まとめ、ボルトがキャプキブキか、ハマーポイント復活、オリンパス改編の詳細、QV級新モードのコンセプトなどお届け、まあ、マットマギーが新キャラとして出ますと。で、オリンパス改編、3つ新たなエリアが登場し、一部バルが削除。3つのエリア登場ですね。いいですね、これね。まあ、この動画の前日に行ったんですけれども、ALGS でね、オリンパスが採用されるんでね、まあ、ランドマークを増やして、まあ、20チームがちゃんと漁れるように、まあ、する感じですかね、おそらく。まあ、これはいい調整ですね。まあ、大会も楽しみです。これがボンプラソーラーアレの近く。水耕とボンプラの間。はいはいはい。ボンプラからハモンド研究所に行けるフェーズランナーのチューブに新たに登場する。地形が割れてしまったそうですね。また壊し始めた。壊すの大好きですね。で、QV級のコントロール、まあ、新モードですね。で、コースティック&クリプトの調整。コースティックはノックスガストラップの仕様が変化。これまではガストラップが起動すると破壊できなかったが、シーズン12では起動後でも壊すことができる。なお、壊されて短時間だけはガスは残留するので安心だ。まあ、この辺は海外でね、まあ、コースティックに対して、まあ、そのガス化に対して、まあ、体力を付与しろみたいなね。まあ、そんな感じ言われてたんで、まあ、こういう、まあ、調整になったって感じですかね。まあ、確かにいいっすね、これは。うん。クリプトはアクティブな立ち回りが可能となった。これまでのクリプトはドローン中かそうでないか判別しづらい印象だったが、ドローンを直線上に投げることが可能になり、戦いの中でもアクティブに動けるようになった。ドローン中かそうでないか判別しづらい印象ということなんだろう。これ多分書き方が、まあ、悪いっすね。単純にドローン操作中の、まあ、機動力って言ったらいいかな。まあ、動けなかったことに対しての調整だと思います。でこのドローン直線上を投げる。まあおそらくなんですけども、まあ、ピンですね。ピンの投げた方に、まあ、ドローンをね、まあ、投げつけるみたいな。まあ、そんな感じじゃないでしょうか。まあ、この文章はちょっとなんか違う気しますけどね。また、ドローンを操縦中の HUD が改良され、キルフィールはミニマップやチームステータスなどが表示されるようになったとのこと。まあ、これいいっすね。確かにキルログとか見れなかったんでね。まあ、クソでしたね。で、武器&アタッチメントの調整、ボルト SMG がケアバキ武器に。シーズン12では、キネティックフィーダーをはじめ、3つのアタッチメントが追加。さらに、フラットライン、ロングボウがクラフト武器となり、マップ上に落ちていないとのこと。また、オルタネーターが通常武器、ボルト SMG がケアパッケージ武器に変更となり、近中近距離での武器構成が今までとは変わるだろう。まあ、どうやらクラフトじゃないと、このフラットライン、そしてロングボウが手に入らないとのことですね。まあ、なので、まあ、クラフトのある場所に行けば確実にできる。まあ、拾えるって感じですね。まあ、そこまでの調整ではない気がしますね。ここだけ見ると。個人的に嬉しいのはオルタネタが戻ってくること。これマジ強いんですよね。これマジで強い。ちなみに。で、これが調整ですかね。フラットラインは他の AR と並べるために1ダメージ減少。まあ、19から18だったらまあ全然使えますね。まあ、計算上は紫アーマーの敵に対して12発ですね。で、今までが11発。まあ1発増えた感じですね。まあそんなでもないんじゃないですか。うん。で、あとこれですね。トリプルテイクはペレットあたり23ダメージから21ダメージになって合計6ダメージ減少している。ああ、これトリプルテイクちょっと弱体化しましたね。まあ確かに強い。本当に強かった。まあこれはいいんじゃないですか。うん。で、アタッチメント。これが新アタッチメントですね。キネティックフィーダー。カッコピースキーパー。トリプルテイク用ホップアップ。スライディング中に弾を徐々にマガジンに補給してくれる新アタッチメントが追加。スライディング中はチョークタイムも速くなる。まあ、これによって、まあ、ピーキー結構使用率高いんで、さらに、高くなりそうですね。で、アタッチメント。これ、ハンマーポイントラウンドだと思います。ハンマーじゃなくて、ハンマーだと思います。これは、モザンビーク、P20、RE45 用のホップアップ。シールド外のダメージを増やすアタッチメント、ハンマーポイントラウンドが復活。今回は RE45 を加えた3つの武器に装着できる。まあ、これね、昔に出たやつなんですけども、肉ダメージに対して威力が増加するアタッチメントですね。ちょっと何倍か忘れちゃいましたけども、まあ、20だったら一発30とか入った気します。で、モザンだったら肉に100とか入ってたね。まあ、ヘッドだったら。なので、実際相当強力です、これ。で、今回 RE45 にもつくということで、まあ、RE45 を、まあ、常備する人も増えるんじゃないでしょうか。まあ、実際 RE45 は、まあ、使いやすいんですよね。右上にしかハンドいかないし。まあ、連射力もそこそこ。
あとモザンビークですね。まあ割とモザンビーク強いんですよね、今。全然強い。まあなのでハンマーポイントね、まあ流行るんじゃないですか、結構。まあ、ただ紫アタッチメントだと思うんでね、まあそれなりには拾えないかなと思います。アタッチメント、シャッターキャップ、3030リピーターとボセック防御、ヒップファイアでショットガンモードになる。あ、いいっすね、これ。まあヒップファイアってのは腰打ちっすね。ADS をしないとき。これめっちゃいいな。いちいち切り替えなくてよくなった。マジいいぞ、これ。まあ、ただちょっとボセックに関してはワンチャン弱体化かもしんないね。リピーターは間違いなく強化。ボセック、まあ、割と腰打ちまっすぐ飛ぶから、まあ、その状態でも打てるんですよね。なので、ショットガンモードじゃなくても、まあ、全然強かったんですけども、ちょっと微妙かもしんない、ボセックは。で、ジブラルタルやバンガロールの調整は、気になる Q&A をピックアップ。うん。あと、気になるところですかね。まあ、ランクでピック率の高いジブラルタルの調整はされる。確かにランクは必須のようなレジェンドだが、すごくプレイが楽しいわけではないというジレンマがあるため、そういった点でも調整候補のレジェンドだという。ただ、どのような調整をするのかを考えているとのこと。なので、今回のアップデートではまだジブラルタルはそのままって感じですかね。まだ調整がされないかなって感じですね。で、ケアパケ武器となったボルト SMG は調整される。少しだけ強化が行われるとのこと。一発2ダメージの強化と、マガジンに2発追加を考えられており、すでに強力な武器なので、十分ケアパケ武器にふさわしい武器になるという。いや、これ一発2ダメージ強化やばくね。17かな多分。えぐ。えぐ。お、で、2発追加。いや、相当強いぞ、これ。これはやばいな。鬼強いね、これは。オルタネーターが通常武器になるが、ホップアップディスラプターはなくなる？ホップアップディスラプターは、ケアパキ武器にふさわしくするためにつけたものだったので、通常武器になったシーズン12ではなくなるとのこと。まあ、当然かな、これは。まあ、ディスラプターは通常で落としちゃいけないわ。まあ、てな感じですかね。まあ、新武器は出ないようですね、どうやら。まあ、そんな感じで、まあ、僕はシーズン12を楽しみにしています。では、お疲れちゃーす。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろん。またね、バイバーイ。うん、最高。